いい話って何かなってもので考えてった時に、でこれね副題が一応あって、うん、あの語呂なんだけど、ただいまくどりゃふかって言ってて、いやまあだから幸せな風景だと思うからねっていうところで別にスッと見てくれればいいんじゃない、その裏がいろいろあるっていうのは現実の世界でもそうだしね、うんうん、思いついたのが牛乳とかだったんですよ。何か他のものにちょっと牛乳足すとまろやかになるみたいな、出会いっていうか他の人との関係性みたいなものが表現できたらなと思ったんですけど、優しい光を思い浮かんで作ったって感じですかね。なんかこう窓辺でこう日に当たってるのが好きで、夏では感じられない日差しだなと、冬っぽい日差しも見ていただきたいと思います。やっぱ記号性として嬉しい造形としてハートってやっぱりなんか分かりやすいので、うん、まあ、そういうハート型を尻尾みたいな形に組み込んでみたり、顔の中にこう入れ込んでみることで嬉しさを感じてつつ可愛らしい造形になるのかなと。まあ、人間同士のモテるっていうのが まずは浮かんだんですけど、でもまあそういうのじゃないなって思って、キノコにもなんか虫が集まってるのを見てモテるだなとか思ったりで、今回はキノコになりました。あっぱれって言われてやっぱりなんか陽気なイメージと太陽を思い浮かべたんですよね。インクの軌跡を視覚化するっていうドローイングなんですけど、それを回転体にしてちょっと太陽をモチーフにして今回やってみた感じですね。まあ、ありがとうっていう言葉は人類が考えた言葉の中ではかなり大切なワード、キーワードじゃないかなと思うんだよね。日常の、あのさりげない行為っていうのは大事なんだよっていうメッセージをね、うん、この作品で伝えられたらいいなと思ったんだよね。ひらめきっていう聞いたちな、これは何でもできるなと思って、うん、普段僕そのバラ柄の毛布、花柄を扱ってるんですけど、それを切り取って、まあ、立体的にしたりしてなんかこう作品を作ってたんですけど、なんか過去の自分の行為をもう一回見返すような、振り返るような作品にしたいなっていうのは自分の中でありました。自分にとってリアリティのあるお天道様って何なのかなって思うと、やっぱりこうお天道様が見てるよっていうのをちっちゃい頃からずっと言われて、うん、でそういうこうなんていうか迷信みたいなものだけど、でも自分の中にはずっと、まあ、遠くから自分を見る装置として望遠鏡。おばあさんを食べちゃったあの赤ずきんの狼を歌うつもりなんですけど、なんか尻尾の形をミスるとタヌキになっちゃう、狼っぽい尻尾の形を頑張りました。とりあえずなんか座ってみてほしいですね。仮面っていうのがどういう時に使われるかっていうと、人と神様との間をつなぐものだったり、こう人と演者と見る側をつなぐツールっていう意味で、その仮面っていうのがお互いをこう交流するっていうところがよろしくお願いしますっていうの で今回こういう形に、はい、なりました。待ち望んでたっていう気持ちがあった上での久しぶりかなと思いまして、なんかこの精神的なこう待ちの待望的な意味、こう待ち望んでる待望する的な意味をこう含めて書きました。お正月で残りのお餅を食べてる時にまあお餅だねって、やっぱり俺らの世代でお腹がいっぱいになるのはお餅しかないね、ということで素直に、自分に素直になりました。
ただいまって言うとこう家に着いた時みたいなのイメージがあったんで、外から帰ってきてその中に来たみたいな感じで、具体的に帰ってるわけじゃないんですけど、まあ、色合いとかそういうイメージで作りました。このおかえりはこの少女がライブ会場のような、うん、そういうイメージも持ってるんで、うん、ちょっとこう周りにいるお客さんたちがおかえりってこう少女に対して言ってるっていう意味合いを含ませてます。昔はその大陸移動の前は一つの形だったとか、まあ、それってすごいシンプルな形で、うん、今はそれが分かれて複雑で、さらに大陸以外にも国境ができてて、だからそれをまあ取っ払ってこう一つにまとめてみたりとかくっつけてみたりできないかなって考えた時に、まあパズルっていうあの要素が出てきたんですよね。いろいろ調べてて結果的にきついたのが、なんかあの息ってなんかこうなんかしっかりやるとか、なんかけじめをつけるとか丁寧にやるとかじゃないですけど、なんかそういう意味もあるみたいなのが出てきたんで、まあ魚をちょっときれいに食べるみたいなのが息。娘と遊んでる中で、積み木に絵の具つけてハンコみたいにしたら、やったことないけど、うん、ちょっと面白そうだから遊びでやってみようみたいな、そういうちょっと遊び心からこういう風に作品にしました。これから先、まあ、不透明っていうところが、うん、に対してその自分がどう向き合っていくのか、大丈夫って言えるようになるのか否かっていうのを、うん、こう何か彷彿させるような表現っていうのができるのかなっていうこともちょっと思いながら制作を進めました。捨てられたり忘れられたりするものをなんか大切にしたいなっていう気持ちがあって、うん、でそれをもったいないとやっぱつながってて、糸で縫い合わせて継ぎはぎして、で新しい命が生まれるみたいな、うん、ちょっとそういうファンタジー的な作品にできたかなっていう。気持ちを引き締めて物事に当たるっていう意味が出てきたんですね。そう思うとちょっと原点回帰で動物の絵を描いてみるのいいかなと。ナチュラルな色合いとやっぱり昔ながらの技法の良さっていうところを見てほしいと思いますね。5歳の息子がいるんですけど、うん、あの朝お餅食べてたんですね、うん、朝って結構寝起きのぼーっとした感じが結構可愛いなっていつも思ってるんですけどそれとあとお餅いいなってなって、なんかいろいろやってるうちにここに行き着いたみたいな。人から与えられた基準の中で似合ってるって評価されてるのか、うん、自分だけのことを考えて自分でいいと思って似合ってるっていうのかによって全然意味が変わると思ってて、僕はどんな状態でも自分がいいと思ったらいいんだよっていう風な意味合いをその七色の色に込めてしました。で、まあ、思いついたのがマリー・アントワネットがお花畑をバックになんかごきげんようとかなんか言ってる、なんかそういったイメージが湧いて、でマリー・アントワネットをモチーフにしようと思いました。何百年とか何千年とか生きてるっていう木とこう、まあ、出会う機会があったりすると大先輩だなみたいな印象を持つことがあって、なので、まあ、人と巨木っていう形でテーマを考えて書きました、うん、やっぱりその宝石研磨ができるそこの環境と力を面白く何か表現するのがうちらにとって楽しいんじゃないか面白いんじゃないかってことになって、でそこをずっとディスカッションをいろんなところで飯食いながらやってた時の刺身弁当でこれ一心できんじゃねってなったんですよね。
まあ、人間にとっては防犯っていう機能なんだけど、ツバメにとってはその上でこう巣が安全に保てるっていう。でなんかおかげさまでこの子たちも大きくなりましたって、こうなんか汚くなったレンズをこうお母さんの鳥があのレンズクリーナーでこう磨いてあげてるみたいな、そういう場面を書いてまして、まあ、ちょっとファンタジーなんですけど、やっぱり僕縁っていうと人と人の付き合い方とか、まあ、縁があるねとかご縁があるねとかっていうのがまあ普通なんですけど、なんか今回はその動物にも縁があるんじゃないかなっていうところからちょっとこういう発想にしたんですけどね。カリオビンガっていうあの仏教に登場するあの創造上 の, あの生物で、極楽浄土にあの住んでる鳥なんですけど、顔があのその人面で体が鳥っていう、それは神話の鳥ですね。この動きのある形っていうのを見てほしいですね。コンプライアンスにとらわれて気を回しすぎてわけわかんなくなっちゃったみたいな、そういう状況が書きたかったんです。気を使うことはすごくいいことだと思うんですけど、なんか面倒くさくなって何でもかんでもこう優しくしときゃいいだろうみたいな風潮がなんかこう許せないっていうか、感謝とか、うん、その、まあ、人の慈悲みたいなものを、につながっていく言葉でもあるなと思って、うん、今回のドームは感謝とかにつながるどうもっていうことに、うん、しました。日差しに当たりながらまどろむようなベンチの、うん、まあ、記憶ですね、うんうんうん、こういうまあ椅子が好きで、今はこれ持ってないんです、こういうタイプの椅子結構持っていたので、うん、まどろみの記憶みたいなことをの、まあ、表現にしてみたんですけど、晴れてる絵を描こうってまず思いました。風景画なんで風景見るみたいにぼーっと見てもらって、なんか、まあ、少しでも晴れ晴れした気持ちになると嬉しいですよね。ここぞという日の朝食はこれを、うん、使って朝ごはん、モーニングセットを食べて、ブレックファーストを食べて、うん、でその一日に臨むみたいな、うん、そういうものを作ろうと思いました。人間同士って結構つながりたくてもつながれないようなものとかもあったりする、その辺をなんかちょっと眼差しに含めてイメージを作った作品です。ゆかりっていう言葉から来る人物的な関係性みたいなのをちょっとテーマに書いたって感じですかね。好きな場所でこっそり肌身離さず持ってたいなっていうのが本当のお気に入りなのかなって思って、そういう気持ちを書きました。この子も顔を見てもらえればまだ足りないという感じのさて次はデザートみたいなそういう感じのもあるんで、いやこれがいいなと思ってそれで描きました。